橋の見える遊園地和州山ハイランド。コテンパンに楽しいね。瀬戸大橋の見える遊園地和州山ハイランド。見てから遊ぶ、見ながら遊ぶ。瀬戸大橋の見える遊園地和州山ハイランド。あなたと私の関係は素敵な暮らしのパートナー。暮らしに優しい山陽丸中です。山陽丸中追松店1周年記念祭開催中。赤ちゃん、赤ちゃん、何になる？人形飾って大将に。高松塩屋町松屋玩具。光が、水が、空気が、すべての人々に分け隔てのないように、差別のない明るい社会を一日も早く築きましょう。おしゃれ心再発見。生き生き気分で不思議なくらい肌に感じて、あなたの大切な一着はお近くの快感クリーニングチェーンへ。四国の皆さん、僕の記事が毎朝ご覧いただけるようになりました。日刊スポーツが四国で印刷、紙面がさらに充実しました。山田さんずるいよ、一人で喋って。僕も日刊スポーツに書いてます。日刊スポーツをよろしく。コンプレックスコンサート8月2日香川県県民ホールで開催。チケットは4月23日からご覧のプレイガイドで発売。電話予約は23日午前10時から0878-22-9999で。月水金はステーキ醤油、火木土日もステーキ醤油。月水金はステーキ醤油、火木土日もステーキ醤油。初めての美味しさ、ステーキ醤油。マルキン。今度岡山ランドリーの新キャラクターに決まったしんちゃん、あいちゃん、のんちゃんのトリオです。僕たちは岡山ランドリーの新しい顔として、これからお店でお目にかかると思いますが、よろしくお願いします。元気のもとは寝ることじゃ。頭痛、肩こりにベストイオン。こりゃいいな、こりゃいい。8月18日下関市に神話ヘルスあやらに営業所オープン。例えば厳しく、例えば楽しく、わがままで時間割り。ますます早くなった山陽新幹線。JR 西日本。 KSB 映画試写会キャノンボール新しき挑戦者たち、アンビック英会話スクールの協賛で5月16日高松ライオン館で開催。ご応募は題名を書いてご覧の宛先へ。いいじゃん、全然違うよ。カツラとは全く違う新技術、ヘアプラス。ちょっとプラスでいいじゃない。ヘアプラス新登場、アデランスから。ゴールデンウィークは君の出番だ。29日はオセロ選手権、30日はミニ四駆大会を高松三越屋上で開催。参加希望の方はご覧のところまでハガキで申し込んでください。君の挑戦を待っている。田原俊彦コンサートは7月11日香川県県民ホールで開催します。チケットは4月23日午後1時から0878-22-9999で電話予約を受け付けます。90年代に羽ばたく新しい女、 KSB 映画試写会ワーキングガール、セシールの協賛で5月22日高松スカラ座で開催。ご応募は映画名を書いてご覧の宛先へ。堀井裕二が隠した小判、あいつを頭で探してみろ、ね、姫路黄金伝説。セントラルパーク。心臓の鼓動に響く熱狂ライブ、レッドウォーリアーズ新民伝説ツアー、6月6日香川県県民ホールで開催。チケットはご覧のプレイガイドで好評発売中。光る源氏、踊る平家、源平セーリング、春の四国、
ちゃんとぬるくした？大丈夫。お父さんの方がいいだろう。私も入れてもらおうかな。え？いつでもたっぷり使えるからガスがいいみたい。岡山ガスです。アート界のビートルズ、ピーター・マックステン、5月30日から岡山 KSP 会館クリスタルプラザで開催。31日は作家来場のサイン会もあります。ぜひご来場ください。山本浩一のサタデーアイ、瀬戸ランドのニュースをタイムリーに、そしてじっくりと私山本浩一がお伝えいたします。山本浩一のサタデーアイは土曜の朝7時からです。銀行強盗事件発生。犯人は依然人質を盾に銀行内に立てこもっている模様。これは久々の大事件だわ。でもエスパーマミの前では悪は無力よ。さーっと解決してみせるんだから。なんて思っていたのに。エスパーマミ第99話、狼になりたい。あなたのハートにテレポート。真由美の母静江が誘拐された。バイオロンは何を企んでいるのか。母の姿を追った真由美もまた魔の手に落ちていった。バイオロンとの激しい戦いに臨むジバン。人質の救出に成功したかに見えた時、ジバンの前に何かが起こった。機動刑事ジバン誕生。対ジバン必殺兵器。